ほうほう、カジマリンゾーンコンサルビリオという今回の動画は新シーズンチャプター5シーズン3で密かに消されたアイテムとかをいろいろとこの動画でご紹介していきたいと思います。早速やっていきましょう。レッツゴー。よーし、ということで早速やっていきますか。皆さん、今シーズンで前のシーズンから何が消されたか全部把握できてますか？結構ね、いろいろと僕調べた結果あったので、ちょっとこの動画でね、一つ一つ紹介できたらなと思います。少しでも参考にしてってください。よーし、じゃあとりあえず1個目はもう皆さんも気づいてるものだと思うんですけども、1個目はこちらです。なんとチャプター5の初っ端からずっと走ってた電車が今シーズンがっつりと動けなくなってしまいました。いやマジでね、これはかわいそうすぎるよね。マジでもう最初来た時は結構みんな乗ってったと思うんだけど、シーズン2の間とかもうマジで誰も乗ってなかったじゃん。そのまま今シーズンなんかアップデートされるのかなと思いきや、なんとこんな感じで砂に埋もれてしまってます。悲しい。エピックどうにかしてあげて次に、今シーズンになってからゼウスがもうやられてしまいまして、もうゼウスとかボスがいませんってことで、ゼウスの雷のミシックが消されてしまいました。これはまあ前のシーズンのメインだったからね、消されて当たり前なんですけど、とりあえずゼウスの雷もさようならです。でそれに続き、冥界はまだ残ってるんですけど、まあ、ハデスとかもいませんということで、ハデスの鎖もなくなりましたね。もう前のシーズン2の後半マジでやばかったもんね、ハデスの鎖みんなそれ使ってとつってたと思うんだけど、まあ、今シーズンになってから消されましたと。でもその代わりにね、実はグリムゲートにまだケルベロスとかがいて、そこでケルベロスのショットガンとかはなんか挑戦、ボスではないんだけど挑戦して倒したら、そのケルベロスのミシックとかはゲットできたりしますので、一応ケルベロスだけかな今回神々のミシックで残ってるのと、あとイカロスの羽もなくなりましたね。イカロスの羽もなくなってしまいました。でそれに続き、神々のバナナも消えましたね。あれ結構ね強くて、なんかのゴッドダッシュだっけとか使えて面白かったんだけど、神々のバナナも消えてしまいました。あとメダリオンか、メダリオンも全部消されましたね。アレスのもう降下場所もなくなってしまってるんですよ。いや待って待って、ちょっと待って、やばい、メダリオンが来てる。こっちに一旦引こう。メダリオンが、ね、新しくなったので、前の神々のゼウスのメダリオン、ハデスのメダリオン、あとケルベロスのメダリオンとか、ケルベロスはボスとしてまだいるんだけど、メダリオンはなくなってます。あとアレスのメダリオンもないです。次に、前までは回復が出ない弾薬箱、この前の普通の弾薬箱とは別で、この弾薬箱から回復が出なかったんですけど、それがなくなって今回からまた昔の仕様回復が出るようになりました。確定で出ます。回復か、この終了トーチ、今回今たまたま終了トーチだったんだけど、これか何かしらの回復アイテムが出るようにまた変更されました。これはめちゃくちゃいい変更だよね。アリエスのアサルトライフル、ミシックのアサルトも消えました。メダリアンと一緒にここにいたね。もうこれか、ブローラーバトルグラウンドか、ここにあったアリエスのウォーフォージアサルトライフルも消されました。ただ普通のウォーフォージアサルトライフルはまだあります。ゼウスのハントレス DMR、 ミシックのハントレス DMR も消されましたね。でも普通のハントレス DMR はまだありますね。それもあとはハデスのハーピンガー SMG、 ミシックの SMG、 今回だ、前のシーズンのさ、ミシックあんまりみんな使ってなかったよね今思えばなんかちょっとあんま使ってないイメージなんだけど、ハデスのハービンガー SMG もミシックの SMG も消されました。まあ、ボスがいないんでね。であと実はね、狼とか鶏とかカエルが前のシーズンまでいたと思うんですけど、どうやら今シーズンから全部消えてます。また動物がいなくなりましたね。次は、まあ、電車最初のに消えたって言ったと思うんですけど、それと同時に電車にあったチェスト、宝箱も全部消されました。トレインチェスト、時間経過で開けれる宝箱と、あとちっちゃい横についてた4つの宝箱も、まあ、電車がなくなったんでね、そこら辺も全部消えましたね。で次に、スターウォーズコラボも最後まであったと思うんですけど、スターウォーズコラボ系のこのものも全部消えました。ダースベイダーもなくなったし、ライトセーバーもなくなりました。それと同時にウッキーも NPC も消えたし、あとあそこら辺のブラスターライフル系もう全部消えましたね。ウッキーのボーキャスターもそうだし、インペリアルチェストか、インペリアルチェスト、スターウォーズの宝箱とかも全部消されました。 E11 ブラスターライフルも消されました。今試合中だと思うんですけど、皆さん、ビクロイガサも今シーズンは本当はあるはずなんですけど、今不具合でビクロイガサがゲットできません。まあこれ消された要素になるかわかんないけど、一応ビクロイしてもまだね、ビクロイガサゲットすることができないので、そこもまあ、一応今回この動画で入れさせていただきます。まあ、いずれもらえると思うんですけど、とりあえず今はビクルガスがありません。次行きましょう。で、次に残念ながらね、スナイパーライフル、みんな大好きスナイパーライフルが消されてしまいました。これ一番悲しいかも、今回の中でリーパースナイパーライフルですね。
まあ、3発撃てたっていう結構強強のものだったんですけど、今シーズンの後半に新しいスナイパーライフルが来るらしいので、まあ、それと引き換えって感じなのかな。次に水の技、これもまあ前シーズン、シーズン2限定ミシックなんですけど、水の技もなくなりましたね。アバターコラボが来てその後にも水の技だけ残ってたんだけど、それが消されました、新シーズンになって。で、次これ結構意外だったんですけど、なんとフローベリーもう消されました。フローベリーフィズはまだ残ってるんですけど、普通のフローベリーね、まあそもそもここに結構畑とかがあったと思うんだけど、それも全部消えて、フローベリー自体、あのベリーの方が消えたらしいです、今シーズン。次に前のシーズンはマップ上にマンションの鍵とかで保管庫が開けれたりした鍵があったと思うんですけど、ここら辺のカードキーかもう消されましたね。もうそういうとこも全部普通に入れるようになったのか、今ちょっとそこら辺詳しく分かってないんですけど、とりあえずアイテムとしてはマンションのカードキーと、駅のカードキーのこの2つも消されました。ただ予測塔とかは残ってますね、マップ上にある。次にチャグスプ、回復アイテムのみんな大好きチャグスプが消されてしまいました。まあ、今回新しく、ニトロっていうアイテムがあったりとか、いろいろとねぬかコーラとかもあるので、ぬかコーラが結構スラープジュース代わりとかになってて、あとこのサボテンとかもあるからね、回復アイテムは多めだと思うんで、今シーズンその分のチャグスプかが消されたって感じですね。意外とこう考えるとさ、いろいろと消されたり追加されたりしてるんだよね。あとドラムガンだ、マイダスのドラムガン、マイダスが来た時にドラムガンも新しくアタッチメントつけるようになって帰ってきたと思うんですけど、ドラムガンも消えましたね。普通のマイダスのドラムガンはマイダスが消えた時に消えてたんだけど、普通のドラムガン残ってました。でそのドラムガンが今シーズンになって消えました。降下場所は前あったのがフェンシングフィールドがもうがっつり消えてニトロドームになりました。それ以外だと下に新しく追加されて、ここが前まではスヌーティーステップスだったのがサンディーステップスに、砂だらけになってサンディーステップスになったりって感じで、意外と降下場所はねフェンシングフィールドしか消されてないですね、今回。まああとは結構追加されたアイテムめっちゃ多いからな、フォートナイト今シーズン。なんかアイテムめちゃくちゃガラッて変わったよね。あのミシックの反響が追加されたりとか、なんだここ、ミシックのショットガン、フレンジオートショットガンが帰ってきたりとか、ニトロが新要素でいろいろ来たりとか、結構いろいろと新しいアイテムが追加されたんですけど、消されたアイテム編はそんな感じかな。あとあれだね、ツルハシのレアリティがなくなりましたね。この右下のさ、ツルハシ今白色になってると思うんですけど、コラボのもの以外はこれ全部白、アンコモン、コモンか、どっちだ、白色のツルハシになるようになりました。だから前までさ、ツルハシのレアリティでなんかランダムツルハシチャレンジみたいないろいろあったと思うんですけど、それもまあちょっと前にスキンのレアリティがなくなったんですけど、今回はツルアスのレアリティもなくなってしまいました。悲しい。ハハ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 。ということで今回の動画は、今シーズンで消されたアイテムを全てこの動画でまとめさせていただきました。この動画少しでも参考になった方は